中崎さん、おはようございます。おはようございます。すみません、今日は密着させていただきますのでよろしくお願いします。長坂健二と申します。楽天イーグルスで今ブルペンキャッチャーをやらせていただいてます。まあ、創設からなので、まあ、20年目になります。もともと自分は近鉄に入団させてもらって、それでまあ近鉄がなくなってしまうということで、楽天なのかオリックスに行くのかっていうことで、で楽天にまあ入れていただいてっていう経緯で入団させてもらいました。はい、基本的にはブルペンでピッチャーが投げる球を受ける、まあ、ゲームであればゲームに行くピッチャーの準備をして試合に送り出す、ピッチングであったりピッチャーの練習のサポートであったり、あとはまあチームのサポートとしてまあキャッチャーの練習であったりバッティングの手伝いだったりっていうことをやることが多いですね。アメリカに行く前もブルペンで自分がいて一緒にやらせてもらってた時期もあったので、まあ、そういう意味では長く付き合ってる方だとは思うので、本当彼の一番いい時も受けさせてもらいましたし、まあ、ここ日本帰ってきてやっぱ苦労していろいろ試行錯誤している姿も見てるので、まあ、なんとか少しでもいい結果が出るようなきっかけが作ってあげればなと思っているんですけど、最初僕入団した頃は二軍でブルペンキャッチャーされてたんですけど、もちろん日本一になったシーズンとかは、ね、もう一軍でバリバリブルペンキャッチャーで受けていただいてましたけど、まあ、10年以上前の僕のことも知っていますし、まあ、今も、いろいろキャッチボールだったり、ピッチングだったり、受けてもらう機会がすごく、多い方で、まあ、多分一番受けていただいてますね。でその中で、まあ、いろんなアドバイスも、言ってもらえますし、まあ、すごく真面目な方、仕事に対してもそうですし、ただちょっとお酒入ると面白くなりますね。食事行く機会も、結構多いんですけど、食事の時は笑わせていただいてます。はい、献身的な姿っていうのを、いつも見ているので、一緒に、いい思いしたいなっていうところもありますし、喜んでもらいたいなっていうところはあるんで、本当に頑張りたいなと思います。チャンス、まあ、一球一球気持ち込めて大事に取ることはもちろんですけど、そのピッチャー一人一人でやっぱり性格も違いますし、どういうふうに声をかけてあげたらいいのかっていうのも考えて喋りますし、まあ、その人それぞれでいい時と悪い時の差だったりとか、そういうとこをしっかり伝えてあげるってことを意識して、まあ、取っていることが多いですね。小さな変化というかに気づいてあげることもすごく重要だと思っているので、まあ、そういうとこもしっかり見れるようにしたいなとはいつも思ってます。
ブルペンでピッチングしてても長さんがしっかり見てくれてるんで、こうなってるからもっとこうした方がいいよっていうのを的確なアドバイスくれるんで、すごくありがたいと思ってます。楽天イーグルスになくてはならない存在だと思ってます。まあやっぱ結構固めの革で作ってもらうことが多いですね。いい音というか高い音が鳴ってくれた方が、まあ、ピッチャーも気持ちいいよく投げれるかなというのもあるので、やっぱいつも一番近くでこう支えてくれてるというか、一緒になって応援してくれてるので、まあ、家族全員でこう戦ってるというか、そういう気持ちで、まあ、名前は入れてもらってます。選手時代はまあ本当に何も結果も出せなくて、まあ、球団には何の力にもなれなかったので、まあ、申し訳ない気持ちと、まあ、悔しい気持ちとっていうことが多かったですね。まあ、正直前評判的には本当にすごく弱いというか、そういうところから始まって開幕戦で勝利してすごく、まあ、本当に喜んで、もしかしたらいけるんじゃないかみたいな雰囲気の中で次の日にああいう大敗だったので、本当なんか天国から地獄じゃないですけど、本当になんかこの先どうなるのかなっていう不安になった一試合だったかなとは思いますね。はい、いろんな意味でこう充実してきてるというか、選手もそうですし、周りにいる球団の方であったりとか、スタッフであったりとか、施設であったりとか、そういう面で見てもやっぱレベルアップしてきてるなっていうのは本当実感しますし、そういう意味ではどん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 成長できてるんじゃないのかなと思います。でも本当優勝した年ぐらい、そのなんか何かこうブルペンとしての一体感というか、そういうのを出していこうみたいなことで始まったような気がするんですけど、それが今ずっと引き継がれて、みんなああいうふうな形になってると思うんですけど、まず、まあ、僕が現役時代もそうですけども、一緒に選手としてもかぶってるので、まあ、その時から本当によく一緒にご飯一緒にさせてもらったりとかしてるんですけど、長坂さんが、まあ、ブルペン捕手になられてからもそれが継続してて、僕は現役の時にもたくさん助けてもらってましたし、まあ、もちろんそのピッチングの面もそうですけども、やっぱりうまくいかない時に、すごい心強く励ましてもらったりしたので、そのメンタルっていう部分でも、そういう部分でもすごいお世話になってますね。いや、もちろんその、ね、今までの付き合いもありますし、まあ、人間性もしてますから、もう本当に僕はもう絶対的な信頼しか置いてないので、もうブルペンっていうところでね、やっぱりすごい大事な場所ですから、そこでやっぱり投手の気持ちも汲んでくれるので、まあ、僕も相談しやすいですし、本当にもう助かってますね。
本当に、まあ、チームが勝つこと、まあ、その選手個々がやっぱ活躍してくれることが一番本当嬉しいので、だその活躍できるために何かこう手助けできればなとは思っているので、本当にそのチームの勝ちであったり選手の活躍が一番嬉しいですね。こうしてユニフォーム着させていただいて、この場で仕事させていただけるっていうのは本当に嬉しいことなので、まあね、それをチームにこうなんとか還元したいというか、その気持ちで選手の手助けが一つでもできればいいと思いますし、やっぱり2013年にやっぱ体験した喜びをやっぱもう一度今のこのメンバーで分かち合いたいなって本当に強く思うので、本当にそれに向けてみんなで一致団結してやっていけたらなとは思います。YouTube登録してね。楽しいグルスのチャンネルなんだよ。YouTube登録してね。